古い映画館を改装したり建築をメインに活動してます。リモートだとお仕事大変じゃないですか。ちゃんとつながっていればこう物を見せながら細かいニュアンスとかも結構伝わるんですよね。新しい生き方に乗り換えよう OCN。 時代がどんなに変わってもいいつながりの先にはきっといいことが待っている。モバイルでも光回線でも新しい生き方に乗り換えよう OCN。 オンライン現場60分の1秒を競う世界なんです。回線がすごい大事になってきます。押すんじゃないあれ。押しますね。うん。新しい生き方に乗り換えよう OCN。カップルでやられてるんですね。だいたい動画は2日おきぐらいに投稿してます。あれっていい。何あかんって。ほんまにあかん。それマジであかんって。やめて。かわいかった。ほんまにやめて。新しい生き方に乗り換えよう OCN。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 コメントとかも見てます。そう、この前のバンジージャンプの時めちゃくちゃびっくりしてる。懐かしい。めっちゃ面白かったよ。いやもうじゃあもう面白くないから。後者が嘘やから。いや後者の反応めっちゃ面白かったし、みんながその反応がいいって言って。違うって。俺毎日やん。毎日ドッキリされてるやん。でも高さこんぐらいしかないね。ありがとう。ありがとうございます。見せづらいの可愛くってどうすればいい。ねえ、私も教えて。内緒内緒内緒。仲良しすぎるやろ。はい、ありがとうございます。最後、本当に僕なんて。あー、なんかもう財布かかってる。そうです、もうバーって出ちゃって。今さ、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、半田と申します。半田さんはどんなお仕事されてるんですか。ですね、建築設計をメインに活動してます。はい、ありがとうございます。はい、よーい、スタート。はい、お願いします。やっぱりチームメンバーと一緒にやってるときはもっと操作量は増えていきます。大丈夫ですか。ちょっと死んじゃいました。死んじゃいました。私が話しかけたから死んじゃったっす。いや全然そんなことないです。18? 18? はい、OK。 はい、ありがとうございます。大友さんちょっと写真集撮ってくれた人なの。すごい人なの。検査がありますけど。ありがとうございます。状況だと思うんですけどね。大切な人生の節目、門出に思うような迎え方ができなくて本当にかわいそうだなという気持ちなんだけど、この先一歩一歩確実に歩んでいけば明るい未来が待っていると信じて向かっていくしかないのかなと思っています。ひとまずお疲れ様でした、おめでとうございますと言いたいです。最近っていうかもうずっと去年ぐらいから携帯を新しくしないとって思ってるんですけど、できてないんですよね。だからもう本当に携帯を新しくします。テレビとかラジオが大好きで、もうそれを見てるだけで結構時間がなくなっちゃって YouTube までたどり着けてないんですけど、今日ご一緒したお二人の YouTube 動画がもう本当に微笑ましくって可愛らしかったので、お二人の動画をきっかけに YouTube にハマっていけたらなと思っています。トーク番組で3人でお話しするっていう番組があるんですけど、それをリモートでやったことはあります。
難しかったですね。こう話し出すタイミングとか、あのクロストーク、そのみんなが一斉に喋ることができないので、こう誰かの話をしているときはみんながそこ聞くことになるし、うん、なんか3人までは大丈夫だけど、それ以上になるとなかなか難しいんじゃないかなって思う中で、あの半田さんはやっぱそのリモートでやっぱ顔を見て話すことで相手が思ってることとか細かいニュアンスまで伝わるっておっしゃっていたので、あのお仕事的にはとっても便利なツールなんだなという新しい発見がありました。あのもう社会人になってからはバレンタインデーもホワイトデーもなんとなくこうちょっと義務的な感じになっちゃってるところがあるのかなと思っていて、だからずいぶん遡って、あの小学6年生の時に初めてすごく好きな男の子にバレンタインをあげて、でそしたらホワイトデーの前日にお家に電話かかってきて、明日ちょっと会えるって言われて、すごいドキドキして地元の駅まで行って改札でキャンディーを渡されたのを思い出しました。